国竹族、国竹族、クギタ竹族、学名は、イグチ木、オオギタ竹家に属する金類の一族である。古実体はほぼかやケ型で小型、またはむしろ大型、傘の表面は平滑もしくはビロード状あるいは粉状を停止、またはややささくれたサイリンペンをこむり、多少とも粘性を有することがあるが、速やかに乾いて粘性を失い、 幾分吸水性を表す場合もある。史実創卓は、膝状をなし、稀に個々の膝が甚だしく分岐、紛合してほとんど迷路状になることもあるが、完全な観光状を呈することはない。膝は、むしろ厚くて、やや素あるいは著しく素、一般に柄に著しくしでなし、漏出ないし、ややゼラチン質でしばしば生クらえん、灰色ないし塩梅褐色、 乾燥標本では暗さび褐色を呈する。肉は常に有色、鈍い黄色ないし、大々褐色、酒肉色、肺褐色など、で、白色を呈することはない。柄は、中央部が太まるかあるいはほとんど上下同大、もしくは基部が顕著に細まるで中身、表面は平滑もしくは、綿毛上輪ペンをこむり、稀に微細な先定、ガラシスチジアの束状集合体を有するとがある。 外皮膜は発達が悪くて膜質となることはなく、通常は繊維状ないし、綿毛状で顕著な壺となって残存することはない。内皮膜も明瞭な壺を生じることはなく、綿毛状かつ痕跡的である。宝子紋は暗黒褐色から暗赤褐色ないしほぼ黒色を呈するが、乾くとやや赤みを帯びる。宝子は常に、 長径で長防水上ないし長円登場をなし、一皮が強く変をされ、多くの場合は発画法を書き、初め登場となることもなく、平滑でコットンブルーによく染まり、要素溶液で染色されない、ヒアミロイド性か、もしくはかすかに赤褐色となる、弱いニセミロイド性。短式は通常は4個の胞子を生じ、少なくとも、成熟時には細長く伸長する。シスチジアは、 しばしば油状の内容物を含んでおり、時に部分的にあるいは全体的に細胞壁が飛行しており、その外面は栗色ないし赤葛色の樹脂状の沈着物に覆われている。ヒガの実質は通常は菌糸がヒダの面に平行に配列した狭い中軸層と、それから分岐しヒダの円に向かって左右に広がりながら V 字状に配列した側層とから構成された。 三回型の構造を有し、この両層の間に形成される、四実層足の部分は、極めて厚く、密に絡み合った菌糸で構成されているが、稀に菌糸の配列が乱れて、不規則になる場合もある。古実体の構成菌糸は、通常は、かすがい連結を書くが、時に、これを有する、古実体の傘の表引みや、柄の基部の菌糸に限られる場合もあるためもあり、 要素溶液で暗青色ないし暗脂色に染まる、アミロイド性。従来から、クギタケ族を含めた、オオギタケ科のキノコは、マツカに特異的に寄生するとされ、寄生する、側のクギタケ族菌の種と寄生される側のヌメリー口、族の種との間には、厳密な種特異性がしばしば見出されている。北半球の温帯以北、マツカの樹種が分布する地域に広く産する。 中央アメリカのアネッタイ地域では、高地の信用樹林帯に分布している。また、南半球では、松果木の人為的植栽に伴って帰化している。所属するすべての種類について調査されたわけではないが、クギタケや不作ギタケ及び、ーヘルベッティカスモーザーの小実体からは、ゼロコミン酸、ジロカーミックアシッド、アルファー、マイナス4マイナス3ヒドロキシマイナス5。 オキソフランマイナス2、リレンマイナス4、ヒドルキシベンゼンサクサンや、ボビノン、ボバイノン、別名ボビキノン4イコール2、ゴジヒロドキシマイナス3、マイナス3、7、11、15、テトラメチルマイナス2、6、10、14、ヘキサデカテトライニルマイナス1、4、ベンゾキノン及びその誘導体である、ヘルベティコン、ヘルベティコン、別名ボビキノン3イコール、 5次ヒドロキシマイナス3マイナス2、5シクロヘキサジエンマイナス1、四オンが見出されている。ゼロコミン酸は、イグチカのヌメリーグチ属に属するアミタケなどと、それぞれ共通する化学成分である。一方で、オオギタケ属のキノコに含まれる、ゴンフィジン酸、ゴンプヒディックアシッド2、2マイナス2、マイナス3ヒドロキシマイナス4マイナス5オキソマイナス2、 ゴウジヒドロフランマイナス二イリデン酢酸や、ヌメリーグチ族の花井口などから得られるフェノール系の大々色色素であるグレビリン類、グレビリン A から D まで4種類の異性体が知られる。あるいは、ヒダ畑科の庭畑などに存在する、アトロメンチン、アトロメンティン2、ゴウジヒドロキシマイナス3、ロクビス、マイナス2、ゴシクロヘキサジエンマイナス1、ヨンジオンなどの成分は見出されていない。 扇木竹属は、傘の表面に形成される、粘液層、不規則に絡み合いつつ、ゼラチン化した、菌糸群で構成され、古実体の形態発生学上からは、外皮膜に相当するが、比較的よく発達すること、一般面毛質の内皮膜を有することや、古実体の組織中に、要素溶液で暗青色ないし暗脂色に変色する、細胞が混在しないことなどにおいて異なる。 また、シストゴムファス属では、傘の表面に付着する外皮膜片が球形細胞で構成されている点で相違する。ひだ畑科やイグチ科なども、イグチ類との類縁関係を有する金群であり、古実体の外観などは、釘竹属に類似するが、共に放子紋の色調がより明るく、外生菌根を形成する樹種が、マツ科に限定されない点で区別できる。 また、五二社は他の金の金氏に対する規制性を示さず、外星金魂の形態においても異なる。元々は、扇竹族に置かれた三つの阿族の一つであったが、後に分離されて独立族となった。飛騨を備えた原竹型の個実体を形成するものでは、あるが、系統分類学上では、井口チ木に属する金群である。特にヌメリー口族との類縁が深いとされ、 かつては、抗議の井口下に置かれたこともある。個実体に、イグチやヌメリーグチ属の菌と共通する化学成分を含有していることや、外生菌根を形成する生態的性質なども、この位置づけの根拠の一つとなっている。なお、分子系統学的解析によれば、現時点での釘竹族は単系統であることが示されている。一方、釘竹族の菌が、 成熟しても傘が展開せずにヒダを包み込み、ヒダは表面積を増加させるために屈曲、分岐、噴合を繰り返して、迷路上をなし、さらに柄は、痕跡程度に退化してハラキン型へと進化した結果と、考えられる金群として、ブラウニエリアラ族が設立されている。ブラウニエリアラ族には、その設立当時、三種が知られていたが、そのうちの一種、ビールコザークスは、 後の調査によって、すべての菌止に、アミロイド性が欠けていることを理由にブラウニエリアラ、族から除外されて別属ゴンプホゲイザーに移され、むしろオーギタケ族に、類縁関係が深いものであると考えられるようになった。その後、分子系統学的解析により、ブラウニエリアラ族のタイプ種である、B ・アルバイプス・ A ・ H ・スミス・アンド・シングが、クニタケ族の種類であることが確定したため、 ブラウニエリアラ族とクギタケ族とは、シノニムの関係となった。国際総類、菌類、植物命名規約に規定された命名の優先権からすれば、ブラウニエリアラ族、設立は1958年が、クギタケ族、独立氏族としての設立は1968年に優先し、後者の俗名は無公名となるが、クギタケ族を、 命名規約上の保留名として残す提案がなされ、BE アルバイプスには、釘竹族の所属種として、クルーガムファスアルバイプスの学名が当てられることになった。これによって、従来から釘竹族に置かれていた、多数の種の学名もそのまま維持され、釘竹族の存続が容認された。従来は、釘竹不シセクションゴンファス及び不作ギ竹、不シセクションフラクセガムファス OK、ミラー。 傘の表皮はゼラチン化しない。傘は乾いてもほとんど光沢を生じることはなく、湿った時にのみ、わずかに粘性を表すにとどまるの二つの節に分けられていたが、分子系統学的解析によれば、これら二つの節は共に単系統ではないとの見解が示されている。同じく分子系統的検討によると、C ビニカラーと C ジェマイケンシス及び C フィリフォーミスが、 ほぼ一とまとまりのグループを形成した。また、C パーアッパーセンズとクギタケ及び、C オリンティエタラスもほぼ一つにまとまったが、中国、ロシアチェコスロバキア産のクギタケとフィンランドのそれ、かつて、C ブラターナカス AZ、M ハーンホラの学名で記載されたものとは、系統樹情では別の位置に現れた。C ブラターナカスの学名は、最近では、クギタケの異名として扱われているが、 今後の再検討を要する。なお、イギリスから C コリリニス OK ミラーアトリングの革命で記載された金については、ユーゴスラビアやスイス及びギリシア産の釘竹との間で分子系統学比較が行われた結果、釘竹の異名として扱う従来の見解が妥当であると判断された。一方で C ヘルベティカス C レプターシスティス C ロッシラス C サイブリカスが一つのグループを形成し、共にユーラシアに分布する C エイジアッティカスと C カンフュゼストが、系統時の上でも一群にまとまったが、後者のグループにはハラキン型の個実体を形成する C アルバイプス、北アメリカ産が同時に所属した。さらに、フサクギタケと C サダトメントススが別の一グループを形成すると共に、フサクギタケと C ラキアレイトス。 ハランカエの過渡期にあるものと推定されていたとが、同一種である可能が示唆された。かつてイグチカの一族として設立されたジムナガムファス族。現在では、キヒダタケ族のシノニムとして扱われているには、日本産種として G ージャポーニカスフェイッドが含まれている。G ージャポーニカスのタイプ標本はすでに所在不明である上、ハキ記載において日本での最終場所や、 発生地周辺の植生などに触れられていないために断定は不可能であるが、釘竹族の一種ではないかとする見解がある。また、かつて扇竹族の一種として記載された G メディターニアスフィンスチャウは、その元気祭によれば、傘に年生を書くとされ、さらに元気祭に添えられた古実体の原植図には、釘竹を思わせるものがある。加えて、記載文には、釘竹に比べ、 高子がやや単焦であり、小実体の色調もより暗色であるというノートが付記されているところから、釘竹属の種である可能性が考えられる。ただし、記載においては、要素溶液に対する小実体や菌子の反応が明らかにされていないので、現時点では断定することができない。少なくとも有毒であると確定された種は知られていない。釘竹や不作釘竹、あるいは、 シー・オクリシャス・シー・ビニカラーなどは、食用として採取されることもあるが、特に風味があるキノコではなく、評価は低い。俗名は、色を意味するギリシア語ヨニア方言の黒、カイロオメガ、クルー・マイナスと、線があるいは、設計の大きな釘を意味する、ゴンフォス、ガンマ・ミューハイに由来している。個実体が太い釘状の外観を持ち、その肉が、高褐色、生暗黄色。 対等抗色、帯帯大褐色などを提示、決して白色ではない点を表現したものである。英語圏では、パイン、イコールスパイク、パインスプイクス、松林の太くぎの意や、スパイクイコールキャップ、スパイクキャップス、太くぎけの意として知られている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。